森秀幸は日本中央競馬会立東トレーニングセンター所属の調教師。富山ため夫厩舎の調教助手を経て1993年より旧社を開業。1990年代半ばより盛んとなった日本馬の国外遠征を経引した調教師の一人であり、1995年には藤山健山が 香港国際カップに優勝し、日本馬36年ぶりの国外重賞勝利を達成。1998年には、シー・キング・ザ・パールがフランスのモーリス・ドゲスト賞に優勝し、日本超強馬として初めてヨーロッパ G1 競争制覇を達成した。また1999年から2000年には、アグネス・ワールドがフランスのアウェード・ロンシャン賞とイギリスのジュライ・カップに優勝している。 他日本国内で、レガシーワールドによる、ジャパンカップ、エアシャカールによるサツキ賞と、喫花賞、キャプテントゥーレによるサツキ賞制覇がある。受賞歴は、JRA 賞優秀技術調教師3回、同最多勝利調教師2回、同最高勝率調教師1回。1959年、大阪府大阪市東住吉区に生まれる。 実家は印刷所を営んでいたが、後経営不振となり、両親が離婚。大阪電気通信大学高校に進学した森は、在学中から、様々なアルバイトを経験した。この頃、スポーツ新聞の記事で競争場の調教師の羽振りの、良さを知り、高校卒業後、雑誌に掲載されていた、優秀牧場の研修生募集広告に応じて、北海道へ移り、同情の牧夫となった。 一年半勤務した後、日本最大の牧場である、ヤシロファームの地とセブン城に移る。ヤシロファームでは、馬で得た資金を、馬だけに再投資することを学んだとしている。ヤシロファーム勤務中に、日本中央競馬会の調教助手試験に合格し、1981年春より、立党トレーニングセンター所属、富山ため、夫旧社の一員となった。 富山は管理場に対するハードトレーニングで知られ、また反路調教をいち早く取り入れた調教師でもあった。富山は森に対し先駆者になれ、パイオニアになれ、ただし、パイオニアは失敗したら必ず叩かれる。そのことだけは覚悟しろと再三言い含められていたという。なお、1992年には反路調教で厳しく鍛えられた三保のブルボンが、 サツ賞と東京優秀を制覇。森はう馬について、富山のノウハウへの信念と波外れた情熱から誕生したと評している。1993年3月、通算5度目の受験で調教師免許を取得。同年5月に、市の富山が肝不全で死去し、9月より富山の管理場を引き継ぐ形で旧社を開業した。11月には、 旧富山旧舎所属のレガシーワールドでジャパンカップを制覇。開業から2ヶ月で GI 競争を初勝利を挙げた。富山旧舎から馬を引き継いだ際には合理性の重視により旧関係者との圧力も生んだ。故障休養中のミホノブルボンについて走るか走らないかわからない馬を預かるわけにはいきませんと引き継ぎを拒否したと伝えられ、また引き継いだ各馬からは いずれも富山が徴用してきた弟子であり、森のかつての同僚である小島貞宏、小谷内秀夫を下ろした。この交番劇は常実を重んじる関係者から批判を集め、富山の妻もまた、森が自分で入れた馬については誰を乗せようと文句を言う筋合いはありません。でも、レガシーワールドについても、富山健山、道島無敵にしても、みんな富山が連れてきた馬です。従来通り、 小島や、小だ内を乗せて欲しかったと不満をとろしている。こうした声に対し森は、僕がそうしたのは、馬はあくまで馬種のものだということ。調教師のものじゃないんです。馬が僕のところへ来たのも、馬種の意志だし、違う機種に乗せてくれとも、馬種から言われた。僕はそれに従ったまでですと反論している。2年目の1994年には、 管理馬房数の3倍に当たる年間30勝を挙げ、勝率では1割9分2輪を記録し、JRA 賞最高勝率調教師と、同優秀技術調教師の2部門を受賞した。重賞勝利は一つのみだったが、勝利を求めてどこへでも馬を送り込む、積極性は新しい調教師像として注目された。この年12月には、藤山県山を、 香港国際カップへ出走させ、国外遠征の第一歩を踏み出している。翌1995年5月には、勇気ある挑戦があるいは、無謀と賛否両論の中アメリカのケンタッキーダービーへ、スキーキャプテンを出走させた。12月には、藤山健山が前年に敗れた香港国際カップに優勝し、日本馬として36年ぶりの国外重賞。 国際グレード競争としては初めての勝利を挙げた。森は自分にとっても日本の競馬界にとっても意義深い勝利だったと思う。これからもどんどん出ていきますよと語った。1997年には佐々木昭蔵旧社から移籍してきたシーキングザパールで NHK マイルカップを制し中央の GI 競争で2勝目を挙げる。同馬は 翌1998年8月にフランスの G1 競争モーリス・ドゲスト賞に出走。逃げ切りでこれを制し、日本調競馬として初のヨーロッパ G1 競争制覇を成し遂げた。立党と似た調競コースを備えるイギリスのニューマーケットで調整してからフランス入りさせるという独自の調整を行っての勝利であった。この勝利はフランスのみならずイギリスの競馬でも 日本の貧馬が歴史を作ると大きく報じられた。さらにこの翌週には森と同じく意欲的に国外遠征を行っていた藤沢和夫旧社の待機シャトルがフランスの G1 競造ジャックル・マロア賞に優勝。両馬を取材していた作家谷川直子は後に日本の海外遠征史に残るゴールデンウィーク黄金の8日間であったとこれを表している。 1999年にはアグネス・ワールドがフランスのアベード・ロンシャン・賞を制覇。さらに2000年にはイギリスのジュライカップにも優勝し、日本馬としてイギリスの G1 競争を初制覇した。森球舎のこれまでの遠征では、球と山球舎の最後の一頭であった道島無敵が常に帯同しており、 同馬もまた影の功労馬という存在であった。また2000年には日本国内でもエアシャカールがサツキ賞とキッカ賞に優勝し森にクラシックタイトルをもたらした。2001年にはノボトゥルーでフェブラリーステークスノボジャックで地方交流 GI として新設された JBC スプリントに優勝。年間では中央54賞、地方16賞の 計70勝を挙げて、JRA 賞最多勝利調教師及び優秀技術、調教師を7年ぶりに受賞した。スターキングマンで、地方交流 GI、東京大賞点を制した2003年には、JRA 賞優秀技術調教師賞を、2006年には、年間63勝の成績で、最多勝利調教師及び優秀技術調教師となった。2008年には、 かつての管理場やトゥーレの子、キャプテントゥーレで、サツキ賞に優勝し、7年ぶりのジョギー勝利を挙げた。2018年の弥生賞では、未出走馬であったヘビータンクを出走させる。結果は10頭立て9着の浅草ポイントからおよそ20秒、近く離されたとの負けであった。結局この一戦のみでヘビータンクは引退したが、この常識破りの挑戦は一躍大きな話題になった。 2019年には条件クラスのみであったユーチェンジをカタールの G2 アイリッシュサラブレッドマーケティングカップへ遠征させ吸着。同映の安倍隆騎士を背に挑んだこのレースは日本馬初のカタール遠征であった。さらに同年11月には未勝利戦を勝ち上がったばかりの2歳馬フルフラットでアメリカの2歳 G1 ブリーダーズカップジュベナイルに出走。このレースは 日本馬初の海外2歳、G1 出走であった。2020年には2月のサウジ国際競争で、フリフラットがサンバサウジダービーカップで優勝し、サウジアラビアでの日本馬初勝利を挙げた。マテラスカイが出走した、サウジアカップは惜しくも2着だった。さらに、翌2021年のサウジダービーにもピンクカメハメハで参戦し、2年連続の優勝を果たした。なお、 アテラス会も2年連続でスプリントに出走しており、2年連続の2着だった。中央、地方、国外を問わず、機会のあるレースには、積極的に出走させる、調教師である。開業当初から、ゆくゆくは、関東へ行くような気軽な感覚で遠征をしてみたいと、意欲を語り、香港で勝利を挙げた頃には、中央競馬の枠組みの中で戦っている限り、それは定められた。 総賞金という一つの山を何百人かの調教師で奪い合っているに過ぎない。しかしその枠組みから外に飛び出していけば山は一つではない。力さえあれば賞金の上限はそれこそ無限に近くなると賞金という面から捉えた国際化論を唱えた。またシーキングザ・パールでモーリス・ドゲスト賞を制した時には自分は調教師だし調教を軽視するわけじゃないけど いくら調教のレベルが素晴らしくても、未勝利馬ばかり集められたらどうにもならない。だから、いかに、いい馬をもらえるか。そうするためには、馬主さんへのアピールが必要になってくる。勝ち倉を上げてアピールするか、賞金を上げてアピールするか。僕は、賞金でアピールしたいし、もう一つ、海外の GI に勝ってアピールしたかったと語っている。また、実女の中では、 英物での勝利によりシャトルシュボバとしての需要も生まれた。アグネスワールドを例に引き、アグネスワールドクラスの馬になったら、調教師は種馬としての評価を上げることを考えなければならない。もちろん、馬種の中には、海外遠征を嫌がる人もいる。海外に行ったら、調教師だけでなく、馬種だって赤字になる。でも、種ボバとしての価値が上がったら一番得をするのは、馬種なのだ。 それを考えたら、私はどんどん海外に行くべきだと思うとの持論を述べている。また前段で森が語った賞金の山は日本国内の地方競馬も指したものであり、こちらにおいても GI を含む数々の勝利を挙げ、2011年には中央競馬所属の調教師としては空前の記録と見られる通算150勝を達成、2017年には 通算200勝を達成している。GI を制した管理場の中でシーキングザパール、アグネスワールド、エアシャカールの主戦騎手を務めた竹豊は森について騎手よりも調教師の方が上の立場などと考える人ではありません。調教師と騎手は上下の関係ではなく横並び。チームとして勝利を目指そうと考えてくれる調教師ですと評している。 そのため、機種の意見も非常によく聞き、特にシーキングザパールでのフランス遠征の際には、部の方がフランスでの経験があるということで、フランス競馬は合うと思うか、ドービルの馬場はどんな感じかなど普段以上に森から事細かな質問を多くされたと述べている。アグネスワールドでのヨーロッパ遠征が決定した経緯についても部がアグネスワールドはスピードがありすぎるから、 日本で GI を勝てないという感じがありました。スピードがありすぎるためコーナーワークがあまり上手ではなく、日本の1200メートル線だと半分くらいはカーブを曲がっている感じになりますと伝えたところ、森は行きましょうか。と答えたため遠征が決まったと述べている。同馬がアベイドロンシャン賞を制して帰国後に CBC 賞を勝利した後にスプリンターズステークス。 高松の宮記念号を2、3着とそれぞれ惜敗した後に、部が、やはりコーナリングがあまりうまくないと語ると、森はすぐさま同馬のイギリス遠征を決定した。かつて、海外で、母馬が22歳と、高齢出産の子馬を5000万円で購入しないかと、打診を受けたことがあったが断った。その馬が後に、A ダービー馬となる、ニューアプローチだった。この経験から、 母馬が高齢でも、子馬さえ、丈夫なら、問題ないと考え、後年、母馬が25歳の時の子であった、サウジダービーは、ピンクカメハメハを引き受けることとなった。出展、日本中央競馬会ホームページ、調教師名鑑森秀幸。掲載されていない情報については個別に出展を付す。競争名不都市は、国際 G1、中央及び地方競馬と統一された。 G.I.J.P.N.E. 国外の主催者独自格付けによる G1 競争。成績ランフト時は中央競馬の表彰対象となった成績。ありがとうございます。